ささぐりの川に罠を仕掛けてみた。というわけで、はい、ささぐりの川に罠を仕掛ける、はい、なんとも物騒な、はあ、罠というのはカニカゴって言って、はいはい、まあもう終盤とは思うんですけど、はい、その毛ガニだったり、ほう、へえ、なるほどですね。ただまあ多分それ以外のも取れると思ってるんで、はいはいはい、まあ、いろいろ取れたら楽しいなと。へえ、はい、そのカニカゴってのはどういうものなんですか。なんか一回カニがその中に入ってしまうと出られないようになって、はい、へえ、その中に餌を入れて仕掛けるようになって、なるほどですね、はい、今日は罠をどれぐらい仕掛けたんですか。3カ所仕掛けてます。はいはいはい、ちなみに罠はいつ仕掛けたんですか。1週間前に。1週間前、はい、あちょっと楽しみですね、引き上げるの、はい、早速じゃあ引き上げていきましょうか。はいはいはい、おお、はい、なるほどなるほど、ちょっと川の、あはいはいはい、もう早速上げていきますか。ちょっと上げていきましょうか。はい、おおなんか入ってますね、なんか入ってますね。うわ、1箇所目は、ここちょっとやっぱ期待値だったんですけど、あ、魚が入ってますね。お、魚入ってます。ハヤが1匹。ほんとだ。あ、すごいの入ってる。魚だ。あ、うわ、でかっ。これカジカじゃないですかね。カジカ。あ、これすごいですよ。あとフナが入ってますね。フナ。フナですね。へぇ、そうですね、あとは大したの入ってなさそうですね。あ、まあ1箇所目は様子見というか、まあここはさほど本命ではないっていう感じですね、はい、こういうの取ってまた飼うとかですか。あ、いやいや、じゃなくて今回そのカニとかだったら、はいはい、ちょっと持って帰って食べたいなと思ってるんで。食べれるカニが取れるんですね、はい、あとちょっと単純にその罠しか楽しそうだなと、はいはいはい、やってみたかった飛んだハンターですね、はい ここにですね、はい、餌入れれるんですよ、中に。おー、こことか、あとこの中に餌入れて、はいはい、すると穴がここにあって、なるほど、これの場合は 1,2,3,4 箇所、はいはい、入り口があるんですけど、はい、こっちから魚とかカニって入ることはできるんですけど、逆にしぼんでるからこっちから出ることはできないみたいな、はいはい、そういう罠になります。すごいな。餌ってちなみに何入れるんですか。ですね、今回試したのはサバの頭とかなんですけど、多分ここは内臓しか入れてなかったんですよ。はー、なので次のところでちょっとサバの頭とか の残骸が残ってると思います。なるほどなるほど、はい、で2番目と3番目が結構本命のところなんで、はい、はいはいはい、今からちょっと歩いて移動したいと思います。早速行ってみましょう、はい、はい、次2箇所目のポイントがこちらになります。はい、2箇所目、はい、結構本命ポイントでして、ここが本命で、はい、昔からじいちゃんとかが、はい、まあやっぱ多々良川には木津ガニがいるとほうほういう話をしてたんで、まあその時とってはやっぱりいるんだっていうことが分かったんで、はははは、今回も取れればな。なるほどですね、はい、じゃあ早速引き上げていきましょうか。はい、早速引き上げていきたいと思います、はい、おー、なんか入っとる、カニが入っとる。おー、カニ入っとる。おー、ほんとだ。おー、スッポも入っとる。おー、そう、おー、すげえすごい、スッポンとカニですね。やば、このカニ、うわすげえ、でかっ。上海ガニとかと一緒なんで、めっちゃうまいはずなんです。そうなんすか、すごっ、すごいですねこれすごいですよ。うわ、まずちょっとまずスッポン怖いっすね。えっけえ、噛まれますよね。うおー、でけえ、でけえ、くせえあ、ちょっと突っ込みそう。あー、うわー、すげえ。やっぱなるほどなるほど、こいつが噛むんすよね。でもなんか
よく雷が鳴るまで離さないとか言うんですけど、はいはい、すぐ離しますよ。そうなんですか、はい、痛いんですか。痛いっすよ痛いのは痛いっす。で、今回本命がすごい、すげえ。すごいすごい。これ挟む力も結構すごいですか。挟む力強いと思いますね。へえ、すごい。おっしゃ。これが木ズガニです。木ズガニ、こいつも本当は一度食べてみたいんですけど、さばき方がわからないんで、はい、うわ元気元気。リリースしたいと思います。リリースだ、はい、うわすごいな。自分で帰ろうとじゃあこのまま自分で帰させてあげますか、はい、いけ、すごい、いかい。ご家族何人ですか。4人家族です。あと2匹連れてます。そうですね、はい、じゃあ3カ所目に行きましょうか、はい、さあ、3カ所目にやってまいりました、はい、これがラストですね。ラストです。はい、どれぐらいの期待度でしょうか。まあここは多分ですね、ちょっと中流上流では見られんかってやつが取れたらいいなとは思ってます、ね、なるほど、はい、まあちょっと上げるまで自分も何が入ってるか全然分かんないですけど、はい、最後にね大物が入ってるのか、そうですね、はたまたスカなのか、はい、ちょっと上げてみましょうか。じゃあ上げていきたいと思います。はい、なんか入っとる気がする。こっちは最後スカですね最後がスカですね。最後スカでしたね。餌がじゃあ餌だけ本当だ。まあ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 、でかいカニがね。そうですね、取れたんで最後スカでしたねでもまあ今日は成果がありました。まあ、はい、勉強になりました。本命の何ガニでしたか。木ズガニですね。木ズガニ、はい、2匹ゲットした。はい、はい、まあ多分11月末までだとは思うんですけど、川でもあの結構高級食材のカニが取れたりするんで、こういうのも結構楽しいんじゃないかなと思います。ただあの川によっては漁業権とか設定されてたりするんで、それはちょっと各市町村調べてもらったらなと思います。はい。